んとモデル Y がですね、ジャンコちゃん見てください、見てください、これ、いやすごい、展示すごいですよ、これされました。あと注目はこの1枚のガラスルーム、でかい、これすごい、すごい、チョンデっていうのかな、今チョンデアイオニック5、まさに元祖テスラといえば、そうです、ロードスター、ロードスター、僕もね、生まれて初めて見ました、こちらです、めちゃめちゃかっこいい、本当にこれ見てください。こちらがテスラオーナーズクラブでございます。めちゃくちゃ人います、今日はテスラオーナーズクラブの一番大きいですね、テスラが今日は200台とここで来るんですよね、集まるイベントで、これ今展示スペースなんですけど、日本で初と言ってもいいぐらいな大きな感じだと思います。なんとモデル Y がですね、じゃあこちら見てください、見てください、これ、いやすごい、展示すごいですよ、これされました。これはかなり早いですね、日本国内では、ね、まあ、アメリカではね、普通に、うん、ちょっとあの外装から見ていきましょうか。これ基本はでもモデル3のなんかちょっと大きい場所、ただ幅はモデル3よりはある、かなりあります。で車高もやっぱり SUV だけあって、わりかし高い、高いですね。ホイールもでかいっす、20ですね、25540、グッドイヤー、グッドイヤー、そうですよ、結構太い25ですよ、これだってモデル3でありえないタイヤの太さじゃないですか、ね、X に近い感じなのかな、ほんと大きさで言うとそうですね。あとさ、特徴としては中はもうでもほぼほぼ3とほぼ変わらないでしょ。ただなんかさっきね、テスカスさんに聞いたんですけど、ここがモデル3のちょっと昔バージョンっていうこと言ってましたね。今ね、後ろの椅子が倒されましたね。お、広、あ、これはすごい、これはすごい、これ何、サンレスシートなの、これ、巨大空間が生まれる、マツダでいうとこの CX5、 CX5、 8とか8ぐらいな感じですかね。寝れますよ、寝れます。あと注目はこの1枚のガラスルーム、でかい、これ、これがやっぱり売りですね。え、これいいの、わ、すごい、あ、すごい、あ、すごい、すごい、これがモデル Y でございます。かなりこれやっぱり高さがあるから荷物が積めるっていう、本当積めますね。この下もだってトラックになってるんですよね、きっとね、さあこのモデル Y ですけども、いいですか、これ3列目大人が行けるのかっていうのが気になりますけど、ちょっと行ってみます。行けるか、あ、行けます。で、これでこれを下げると、あ、いけるいける、握り拳1個分ぐらいがちょうどこう入る感じかな。これで1人乗って2人乗るという感じですね。これ7人ってすごくないですか。すごいですね。室内空間はかなりだな。かっこいい、かっこいい、かっこいい。やっぱ赤ですよね。赤です。いろいろ赤とやっぱご縁を感じるものがね。そうですね、まあ、うちの会社のイメージからも赤なんで、赤ですからね。そうです。ぜひあのハートアップワールド、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします、ね、さあ、はい、ということで佐藤さん、あの今回モデル Y 改めてですけども、はい、なんかモデル Y も爆発的にまた売れそうじゃないですか。いや、これ絶対売れますよ。いわゆるあの SUV 欲しいっていう人は、うん、やっぱり、ね、セダンよりも多いと思うので、そうです、そういった意味では今回これはかなり買いかなと思ってるし、本当これ使い用途たくさんあると思います。ゲームも来てらっしゃいますから、いや本当に挨拶大会になりそうですね、うん、じゃあちょっと早速今ね、はい、紹介したいのがこちらです。これは以前トシさんはもうすでに見たことがある。1回だけ僕はエニカで借りたことがあるんですね。これも多分エニカのやつなのかな。これはヒュンダイですね。チョンデっていうのかな、今チョンデアイオニック5。これの最大の特徴っていうのは、まあ当然電気でも安いのかな、うん、ちょっと未来的な、なんていうの、もうどこまでがライトでっていうのがよくわからない感じで、あ、ここが光る、すごい未来的なんですよ。ここにカメラが、あ、これですね。あとソナーが、この辺にソナーがもうすでについて、それの魅力はやっぱり中ですよね。あ、じゃあちょっといいですか、ちょっと見ていきましょう。これすごい詳しいですね。あ、すごっ、広っ、え、なんか広くない、はぁ、ね、足元広くて、ここもほぼほぼなんかあのウォークスルーっつって、こっちにこうそのまま抜ける形っていうんですかね。これまあ一つの特徴としては、まずあの、うん、最近メルセデスとかでも流行ってる、いわゆるこの2パネル方式っていうやつですかね。運転席がこういう目線になります。今電源入れた感じですね。これが EV スタートですね。そうするとこれがついて、エアコン系はここになって、はい、すげえ、トシさん慣れてんな。いや、一回使うのは乗ってるんですよ。乗ってるんだ。一回乗ってるからなんとなく知ってる。あの、これの特徴はどういうのが特徴ですか。いや、これあれなんですよね。これ全部テスラと一緒で、うん、あのダッシュカム的な、あのドライブレコーダーが内蔵されてたりするんですよ。あ、それはなんかかなり面白いなと思った。
じゃあもうすでにこれも録画できてるってことですね。録画できてるんですよ、ビルドインカム、はいはいはい。いやいや、まあこれね、あれなんですよ、あとここも広いのもそうなんですけど、うん、前にこれシートを倒すと後ろが相当広いんですよ。これ前にパターンとこ行くんですか。これ前にグッとやって、これが後ろの後部座席の方ですけれども、そうですよね、見てください、この広さ。うん、確かにこれ乗ってみると分かるんですけど、よくだいたい握り拳2つ分とか1つっていいんですけど、とんでもないですね。まあまあこれ一番全開に前に出してるんです。はいはいはい。でもこの広さですね、これ相当、だって確かに足かんだって伸ばしてもまだ余る。伸ばしても全然余るね。机とか置けるようになってるらしい、実際に。あ、ここでじゃあその作業ができるようになっている、そういう風なコンセプトらしいですよ。ページを見るとここに机を置いているような絵があったりとか、ちょっと見てみたいなと思う。ちょっと僕らでも出らない。チャイルドロック。チャイルドロックを解除してもらってもいいですけど、僕ら出らなくなっちゃった。あ、それです、それです。あ、これで出られた。あなたたちは何やったの、そこでも。今、なんか僕一番のセールスポイントは、値段だと思います。はい、値上がりしちゃうかもしれない。値上がりする可能性が。だってさ、これでこの値段感って、で、電気自動車じゃないですか。補助金もあるし。ああ、ね。これってシステムは、あれなの、チャデモで充電なのかな。これチャデモですね。ああ。チャデモしかない。いやー、ということで、はい、ちょっとトシさんと共に。飛び入り参加でしたけども、会いに来たぜ。いや、これは選択肢としてはありですね。値上がりする前に、どうぞ。いやということで、トシさん、はい、すいません、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。引き続きいろんなところに行ってください。ぜひ、僕です、トシで検索していただくと、すぐ出てきます。はい、ます。リンク貼ってきま す, います。はい、概要欄ぜひどうもお願いします。またさあ、ということで、引き続き、はい、テスラオーナーズクラブ、今日はですね、トシさんと共にコラボでお届けします。よろしくお願いしま す, しします。引き続きですけれども、はい、今、IS レンタリスさんのブースにやってまいりました。こちらでございます。ということで、IS レンタリースさん、ちょっと自己紹介をお願いいたします。 IS レンタリースの渡辺です。よろしくお願いします。じゃあ渡辺さんが真ん中来たわけね、ちなみに IS レンタリースさんはどういった会社なんですか。名古屋や拠点にしてまして、テスラ、ポルシェなどの電気自動車メインに、レンタルさせていただいている会社で、電気自動車以外で言うと、レクサス、これは今30台以上保有させていただいてレンタルさせていただいている会社です。はい、で注目がなんといってもこれちょっと一回締めましょうかね。そしたらね、来ました、ポルシェのタイカンですね。はい、タイカン 4S です。タイカン 4S かっこいい。かっこいいな。もうなんかフォルムがさ、めっちゃ走りそう。いや本当ですよね。これ通常でおいくらですか、普通に買うと。オプション付きで1700-1800万円。1700万。じゃあちょっと早速見てみましょう。いや、一つのさ、やっぱトシさん、流行りはこのドアハンドルが最近はやっぱり空気抵抗の感じで全部収納式っていうね。うわー、これが体感か。すごい、なんか包まれてる感めっちゃありますよ。これ満充電でどれくらいなの。414。これ、満充電でどれくらいですか。460ぐらい行くんですね。結構走りますよね。ねえ、で、こちらがまあ主な走行のタイプと。コックピット感があっていいですよね。そうですね。なんか運転するのが楽しい車っていう感じが。あ、でも本当に何かあった時にこれ車に空いてればお借りできるのは魅力的ですね。はい、インターセクトさんでございます。 IS レンタリースさん、はい、はい、ありがとうございます。すごいな。今回 EOCJ 会員の皆さんが通常よりもかなりお安くして、あら本当ですか、ということらしいので、TOCJ の普段会社はどちらでしたっけ。名古屋。はい、名古屋です。名古屋の会社、はい、でも東京まで届けていただける。もちろん東京の品川の方に今駐車場も借りてます。あ、そうなんですね、はい、都内に住もうね、関東も関西もどっちも対応ということで、はい、大丈夫。いや、これは嬉しいですね。嬉しい。ぜひ乗ってみたいと思います。はい、はい、すみません、ありがとうございます。渡辺さん、すみません、ありがとうございます。じゃあちょっとぶらり行きます。あ、ちょっと待って、俺さ、1個これも気になってんだよね。TBR さんですよ。もうとんでもない。さ、これさ、なんでこんなザラつき感があるの、これ。なんか、あえてですよね、これね。うわぁ、ちょっと、トシさん、大変。これ大変。ゴリゴリですね。なんか、こんなの最近できんの、こんなの。これ、ティーアートさんのね、これ有名なんですよ。シート全部カーバリー変えてるんですよ、これ。で、ハンドルもこれ、ティーアートのやつですね。今僕使ってるのこれなんですよ。で、ここだけ変えてると思います。白くないやつですね。はい、そうです、そうです。ティーアートさんのやつ、確かに似てます。すげえなー。で、これはなんだ、ベースがだからモデル3だけど、ゴリゴリいじってると。いやー、すげえな、やっちゃってるなー。いやー。これは何ですか？これ何？
豊臣秀吉のベンツ髪の毛直せるいや本当ですよねでもあのテスラのオーナーさんでここのショップさんで、はい、あの緑マットのおあのテスラにラッピングしたっていうふうにおっしゃられた方もいたんで結構テスラの実績もあるんですねこの会社さん、はい、面白いなすごいねそしてこのホイールがやばいっすねこれいやこれもさホイールやばいなこれ何がどうしてどうなっちゃうのっていうこれ車高をギリギリまで低くしてるのか相当そうや攻めてますよこれあイーロンマスク来ましたよはい何ですかそれ何これあれあ上がってるってことあそんなおおはいはいはいうわワンダフォーワンダフォーこういうのがあるんですねそうですここでいくらぐらいでできるんですかエアフォースサスペンション。エアフォースサスペンション。これ65万円の。65万。トシさん。これいやいややりますか。やっちゃいますか。前と後ろ。ね、前と後ろで65万ぐらい。そうです。あの全部キットでね。へえ。これでも。個人とあと日本は公認がいるから。あ、公認が。うん。陸軍局の公認が。あ、公認がそういうことか。ああ、ということね。エアフォースジャパンさんでございました。はい、いいな。すごいラッピングがイタシャです、うん、ザイタシャって感じですけどなんだ花咲くワークスプリング書いてありますね花咲き全然知らない俺もわかんないなちょっとアニメ疎いとなんのこっちゃですけれどもギャルゲーかなんかなんかわかんないけどうわー見てくださいあらまあこんな使い方があるの、はい、さあじゃあ今回ですね、まあ、このテスラがたくさん集まるイベントにそうです、ね、まさに元祖テスラといえばそうですロードスターロードスター僕もね生まれて初めて見ましたこちらですめちゃめちゃかっこいい本当にこれ見てくださいこれモデルですからもうずっと乗られてる今泉さんです今泉さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますもう本当にテスラのことを喋らせたらずっと止まらないと思うわすごいしかもハートアップワールドの佐藤さんが、手掛けたのがどこでになるブレーキパッドですおおブレーキパッド緑色のやつそうですあこれどうですかもう調子いいですかえよく聞くようになりましたありがとうございますしかしこのロードスターから、まあ、ある意味テスラの歴史が始まってる とちょっといろいろと拝見してていいですかこれ、うん、まずちょっとまあこの外装ですけどもこれは黄色ってなかなか珍しいですよね開け方ってどうやって開けるんですかそもそもそのレバーを握ればおおめちゃくちゃ綺麗に乗ってるじゃないですかかなり足回りは硬いですかいやそうでもないわすげえもうコックピットみたいじゃないですか乗りにくいでしょこれはどうやって乗るんですかこういうことですか？そうやって頑張って乗るしかないんだ。あ、でもすごいな。見てくださいこれ。かなりカッチリとした感じになってます。あ、嬉しいな。これがロードスターか。すごい、本当レーシングカー。レーシングカーですね。そうです。はあ。ここからでもな歴史が始まってると思うと嬉しいですね。あとさテスラといえば画面でかいじゃないですか。そう。まずこれカロッツェリアが乗ってるって。そう。最初はこうなんですね。最初こうでしたね。これはもう 100% 電気ですよね。そうです。おお。別の会社の車乗ってるみたいな感じがするベースがロータスエディーズなんだ、はい、そうなんですよなんか僕思ったんですけど、はい、なんか三岡自動車っぽいですねあのいわゆるあれって日産のやつをうまく改造してっていう最初はそこから始まってるまあそれっぽいですよねわあすごいな本物見えて嬉しいななんかレーシングカー乗ってるようなイメージ気分になりますよねいいなこれは面白いいいもの見させてもらいましたね、はい、すいませんありがとうございますありがとうございました参考になりましたすごいですぜひチャンネル高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それでは次回もみんなでシネマティーク。